タイ国有鉄道、タイ国有鉄道、タイ国有鉄道、英語、ステートレイルウェイオブタイランド、タイ語、は、物歴2494年、1951年に、タイ国有鉄道法に基づいて設立れた100%政府出資の公団で、タイ王国運輸省の会組織である。タイ国内での略称は、英語メディアでは、 SRT という略称が使われることもあるが、日本では英語の略称を使わず、一般に大国鉄と呼ばれている。総延長は 4041km エアポートレールリンクを除くで、東南アジア最大規模である。大国有鉄道は1891年3月9日、ラーマゴセイ、チュラーロン高ンが鉄道建設計画の直名を発表したことに始まる。 その後、公共事業省が MG ギャンベルを将来し、建設を開始1894年3月26日、フアランポーン駅でラーマ五世がナコンラーチャシーマーまでの鉄道の開通を祝う直命を発し、その日はアユタヤまで運行した。1917年7月5日まではヨーロッパ人の技師たちより管理されていたが、それ以降は、 チャム王国国有鉄道局が管理するようになった。当時は鉄道の施設はコストが加算でも国の利益となるという認識あったために、その後鉄道は全国を網羅するように施設された。1951年には、物歴2494年対国有鉄道法が成立し、対国有鉄道が成立した。主要幹線4系統と独立線区である、 メイクーーンび空港を連絡鉄道の、エアポートレールリンクに分類される。南本線は、マレー鉄道に接続しており、直通列車が運行されている。南本線は、歴史的経緯もあって、当機場は、トンブリー駅を起点としているが、事実上の本線は、下記のバンス数タリンちゃん線を介して、万数駅で、北本線、クルンテープイコールチェーンマイ線と接続するートに、 なっており、ほとんどの長距離列車が、フワランポう駅、クルンテープ駅まで乗り入れている。一般には、下記二つの区間を総称して、メイクロー温泉という。この二路線は、もともとは、メイクローン鉄道という施設として開業したため、現在でも大国鉄の他路線とは、線路がつながっていない、いわゆる、飛び地路線となっている。マハーチャイ。 バーンレーム緩はで隔てられており、両駅を連絡する渡し船が運行されている。バンコクには3つの主要駅がある。3駅間の移動は、バス、タクシーが一般的である。スペシャルエクスプレス、特急、エクスプレス、急行、ラピット、快速、オーディナリー、普通、コミューター、近郊列車に大別され、急行と快速が都市間輸送を担っており、 夜行列車も多い。普通はその保管であり、近郊列車は万国発着がほとんどの運行である。車両種別は別項を参照のこと。急行快速は各等級の混成編成、列車により連結される等級は異なるであり、普通、近郊列車は三等車のみの列車が主体であるが一部に当社も連結する。普通、 近郊列車以外の列車に乗車する際には特急料金、急行料金、快速料金が加算される。特急列車の中にはディーゼル特急があり、冷房付きでリクライニング機能付きに当座席車のみのモノクラス編成で運行されている。乗車区間により軽食、ドリンクが提供される。また別格の特別列車として、 バンコクからマレーシアシンガポールまで運行するイースタンオリエントエクスプレスが有名だが、タイ国有鉄道の運行ではなく、ベルモンド社の運行である。機動車特急は、全車冷房府二等車によるモノクラス編成である。また機動車急行に連結される二等車も原則として、全て冷房車両であるが、座席の向きは固定となっている。キハ58系が譲渡された当初は冷房装置が、 使用可能だったため、4人掛け、クロスシートであるにもかかわらず二等車扱いされた。キロ28型も同様に二等車扱いとされた。この他にも何本かの区間普通列車、多くの近郊列車が運行されている。東線はすべて中高。チャチューンサオ分岐駅行きの特別ディーゼルは三等車のみで、ディーゼル急行と、同車用。 主要路線の快速以上の東急の長距離列車は、ほぼすべての列車が万国近房のクルンテープ駅構内、万数機関区、トンブリー機関区等の各車両基地を拠点として運用が組まれてお、地方の車両基地を運用拠点とした長距離列車の運用はほとんど組まれていない。そのため、従前のダイヤ設定では、ほとんどの列車が終着駅ですぐに折り返して、 バンコクに戻るダイヤとなっており、600km を超える長距離運用であっても折り返し運転に際しての整備、点検や給油のための時間は30分、ないし1時間ほどしか組まれていなかった。すなわちダイヤ構成上、往路に置いて列車に遅れが生じた場合に、折り返し時間に余裕を持たせることで袋の運用に影を与えないための配慮は全くなされておらず、 このような無理な運用蘇生が慢性的な列車の遅れを生じさせる一因となっていた。この状況は2014年4月以後、各路線でダイヤの見直しが継続されてきたことと、北本線及び東北本線における線路規格の改良工事が2015年度内にほぼ完了したことによりこれらの路線を中心に大幅に改善されてきている。しかし、 その他に遅れを生じる主な要因として、万国近郊区間での踏切の取り扱い、万国近郊区間の主要道路の踏切においては、渋滞対策として鉄道よりも道路が優先されているの問題が酷な課題である。また国鉄への信号、通信設備の近代加工新予算の政府承認が長年にわたって通らずにいるため、旧式の設備に依存せざるを得ない状態が慢性化しており、 この状況が運用効率の向上を阻んでいる側面もある。一方、ナコンダ・チャシーマ駅、トゥンソン駅、ハジアイ文機駅には機関区が併設され存在する。これらの機関区の本来の役目は、貨物用や購買区間用の機関車の管理、研修であるが、区によっては、それぞれの区が受け持つ、地方路線のローカル列車の運用及び、車両の日常的な研修も担当している。 大掛かりな修理等を行う場合は、バンコクのバン万マッカさんの各工場に入場する地方の機関区を拠点に運用されるローカル列車は、長距離列車に比べて遅れが生じにくく、通勤、通学等の需要にも比較的信頼性を持って応えている。こうした事情から、大国鉄ではのきなみ、下り列車よりも上り、列車の方に、また地方のローカル列車よりも、 地方と万国を結ぶ長距離列車の方により大幅な遅れが生じる傾向がある。特に南元線や北元線など長距離路線の上り快速列車は4時間以上もの遅れを生じることも珍しくない。そのため、大国政府観光庁などは外国人旅行者に対して帰国当日や前夜発の夜行列車での移動は避けるよう注意を呼びかけている。 乗車に必要な総額は等級ごとの運賃に加え、優等列車であれば、種別料金、冷房車であれば空調料金によって計算され、寝台車の場合さらに寝台料金が加算される。下記の該当者は、半額運賃が適用される、破数切り捨て、その他、高齢者割引など、過去、大国民に、限り3等運賃が無料となる困窮者支援策が、 実施された時期がある。表内における人数は、各車両ごとの定員を示し、料金は全てバーツ単位である。主な貨物列車は、大中部の製油所、セメント工場等と消費地との間で運行される、石油、セメント LPG 等の専用貨物列車、バンコク港や、レムチャバン港と内陸部との間で運行される、輸出入小手な輸送列車などである。バーン数駅には、 各線の貨物輸送の中継のため大規模な操車場が設けられている。南本線ではコンテナ輸送を中心にマレー鉄道との直通貨物列車も運行されている。この中で特筆すべきは2013年からマレーシアのクアラルンプールとバンコクの間には日本通運による専用コテナ列車が定期運転されるようになったことである。 この列車は主に日系自動車メーカーの現地プラント間での部品輸送のためのもので、日本通運のチャーター列車であることを強調するために、一本エクスプレスのロゴが描かれた専用コンテナで統一されている。また運用の都合により、同列車に限って、マレー鉄道の機関車がバンコクまで継続して乗り入れる場合がある。大国鉄の路線は、エアポートレールリンクを除いて、 すべて非電化のメーターゲージ、軌道の不死にて口実であり、ディーゼル動力の車両が使用されている。新車、動力車はすべて輸入に頼るが、客車、貨車については、内製も行われている。2014年以降は、客車、機関車、貨車ともに、中国からの輸入が続く。他に、スイス、デンマーク、ベルギー、オーストラリア、台湾も、納入実績がある。 中古車から1990年代中期以降は、他国の中古車両の譲り受けも行っている。大国鉄の軌道は、エアポートレールリンクを除き、1000ミリメートルゲージ、通称メーターゲージ、インドシナ標準機を採用している。狂気ではあるが、線路規格、補線の水準はともに高く、主要幹線では最高時速120キロメートルでの運転を行っており、 機関車も日本貨物鉄道、JR 貨物 DF200 型に匹敵する規模の大型六道軸機が使用されていい。1897年3月26日に、クルンテープ駅アユタヤ駅間が開業し、大関営鉄道、現代国鉄の歴史が始まったがこの時採用された、機関は 1435mm であった。その五体の鉄道は、急速に発展し、 東北線、北線と路線を延伸していった。次の幹線である南線の建設では 1000mm 期間が採用された。従って、車両も相互の行き来がなかったし、したくても期間が違うため不可能であった。このため、大貫営鉄道は2種類の機間を使用していくことになった。 しかし弊害が多くその後1920年から10年がかりで機関の統一化工事が行われた全線で 1000mm 機関にした。1000mm 機関への統一はマレー鉄道との列車直通運転を可能にすることが最も主要な目的であったが、この他に時代背景として鉄道建設令明期において普通両インドシナを形成していた感じや、 ベトナムとの機関の統一が図られていたことも挙げられる。1000ミリメートル機関がインドシナ標準機と呼ばれるゆえんである。この機関統一は当初、インドシナ国際間の相互乗り入れ運転という国際鉄道交通の拡充を図る上では有効に機能したが、その一方で安定性では標準機に劣るため、特にカーブなどではスピードを落とさねばならず高速化には不利である。 その他の問題点として最近では路線の仕様を変更してもスカイトレインなどのゲージの広い車両が乗り入れすることが固いという問題が指摘されておりそのため現在建設中のバンコク都市高架鉄道2021年部分開業予定では国鉄既存路線と同じ1000ミリメートル間を採用することが決定されている。タイの鉄道は日本の鉄道に比較して 定時制に劣り、道路交通に比較して所要時間がかかりがちであることが指摘されている。特に、万国近郊区間では、都心部での立体交差化の遅れからラッシュ時の運行本数が制限されているほか、踏切においても自動車の通行を優先させることがあるため、十分に機能を発揮できていない。都市間輸送については、公共輸送公社の運営するバスの方が速くて、 経済的であること、航空網が整備されていることなどから鉄道による旅客輸送は他国と同様緩やかに衰退しているが、座席者、特に三等車のお料金が安いこと、あるいは信頼が快適なことから、時期、区間によってはかなりの乗車率となることもある。都市近郊区間での輸送実績はバスに劣る。全般的には、 バンコク大量輸送校舎によるバス路線網が充実し、また、運転間隔も短く、経済的なため、鉄道の通勤手段としての利用は少数派である。ただし、バンコクとその近郊においては、ある程度の近郊列車が運転されており、駅間隔も比較的短いことから、時間帯によっては立ち席が出るほどに混雑する。貨物輸送については、 大単位輸送物資の開拓、主要駅への石油等の積み替え施設の整備、レムチャバンコ等の港湾整備に伴う貨物船の建設等の施策が講じられた結果、1990年代以降、専用貨車による石油、セメント、LPG 等のバルク輸送や国際海上コンテナを中心とするコンテナ輸送が主力となり、大単位、長距離の輸送に特性を発揮するようになった。 他方、トラックに対して競争力の劣る小口輸送や、中、短距離輸送は減少し、陸上輸送に占める鉄道貨物輸送のシェアも低下している。新幹線計画は、対高速鉄道計画を参照。国際鉄道計画は、アジア横断鉄道も参照。マレーシア国境に近い新南部では、タイからの独立を目指すイスラム過激派によるテロが、 多発している地域を通過するため、運行妨害等の事件が発生している。脱線事故が頻発。特に北本線は、同年9月まで20回以上の脱線事故が発生したとされ、9月16日から約2ヶ月に、わたる長期運休により補修工事を実施した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。